はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら新しいコーヒードリップポットをね、購入いたしましたんでご紹介していきたいと思います。はい、こちら、タカヒロさんのコーヒードリップポット 500ml のしずくですね。まあ本当にドリップポット買うのも久しぶりなんですけれども、まあ、これは有名ですよね。すごく前から僕も欲しくて、まあ、気になっていたドリップポットであったんですよ。ただ、ですね、僕が今使っているこのドリップポット、カリタの600じゃなかった700の、銅ポットですけれども、こいつがね、まあ優秀すぎたんですよね。まあ細くも太くも注げるし、もうこれ一つで僕の持っているたくさんのね、ドリッパー、それぞれに対応できるから、まあ本当これでね、完結していた状態ではあったんですけれども、まあそれでもね、やっぱり、コーヒー器具って、まあ、趣味のものって、まあ、次が欲しくなるじゃないですか。さらに上を求めたいと。要はこいつは万能型、何にでも使えるオールマイティなドリップポットだけど、今回買ったのは、はい、特化型です。このタカヒロのしずくはとにかく細く注ぐことだけに力を入れて、めっちゃね繊細なドリップができるらしいんですよ。まあ、これ友達のアンソニーさんもね900のモデルを持ってるんですけれども、僕は今回500のやつを買いました。まあ、やっぱりドリップポットもドリッパーもさ、もうすべてコーヒー器具は自分の用途に合わせた、容量を使いたいじゃないですか。サーバーもそうなんですけど、ひたすらもう自分のやりたいことに、こだわり尽くして、まあ、自分のねコーヒーどう築いていくっていうのが楽しいんじゃないかなと、はい、思います。はい、じゃ早速開けていきましょうかね。こちらコーヒードリップポットしずく500お披露目です。よいしょ。蓋が別になってますね。まず蓋と、はい、こちらが本体。おお、あ、だいぶサイズ的に可愛いね。説明書とかは特に入っていません。はい、もうシンプルにこいつらだけ。あー、やっぱステンレスはね、やっぱ清潔感がありますね。おお、めっちゃ可愛いじゃん。はい、こちら合体。この蓋のね、はまり具合もいいね。硬すぎず、ゆるすぎず、適度に。あ、いいな、これ。で、かなりね、あ、軽いですね。持ち方としては、多分指全部入れちゃうと、このちっちゃい取っ手だと、小指が当たって激アツやから、まあ、こうかな。小指は入れずに3本とか、あと2本とかで持った方がいいのかな。まあ、多分この重さだったら全然いけるだろうし、まあ、僕がね、今使っているコチアンドリップポットのように、こうやって握り込んで、で全体で回すっていうよりも、こうちょっとふとつまんで、落としてあげるって感じかな。だいぶ可愛らしいサイズのドリップポットですね。まあ500ですからね。で、はい、一番大事だね。はい、こちらの注ぎ口ですよ。お、見てこれ、めちゃめちゃ細い。で、結構横から見ると長めですね。切り方がすごく曲線を描いてる滑らかな感じで、非常に繊細なドリップが、できそうですね。で、まあそうでなくても基本的にドリップポットっていうのは、こうやって根元から細いタイプの方が、お湯の細さをずっと一定保ちやすいんですよ。こっちだと、まあ可変タイプっていうのかな。太くも細くも注げる分、まあちょっと調節がね、まあ難しいというか腕が必要なんですよ。だからこのしずくはもう徹底的に極限まで細く繊細に柔らかくドリップをするためだけに計算し尽くされた、もう究極のドリップポットなんですよ。はい、というわけでここまではとりあえずね、このドリップポットしずくのいい点というか、まあ受け売りというか前評判をね、ご紹介していきましたけれども、まあでも今散々言ったけど、結局ドリップポット、まあ道具って人によるからね。まあどんだけねスペック面で優れていようと、人がいいよって言おうと、結局自分に馴染まなければ、まあ、意味がないので、まあ実際に使っていきたいと思います。で、その実際の様子を見てね、皆さんの判断材料にもしていただければと思います。さあ、それではやっていこう。はい、そんじゃまずはこのドリップポットしずくの容量を見ていきましょうか。どんだけね水が入るのか。まあ一応ここにね 0.5 リッター 500ml って書いてはあるんですけれども、ドリップポットって基本的にフルで使わんからね、フルで使うと注ぎづらいから、だいたい8分目とか9分目くらいかなにとどめて、まあ注ぎやすくしたりするんですけど、まあそうやった場合このドリップポットどうなるのか見ていきたいと思います。で、あれ、あ、ちょっと待って、今ねちょうどいいあたりで止めたんですけど、お、すげえ、528、意外に入るね。500でとどめたら多分7分目くらいまでになるんだろうな。多分自分的にちょうどいいラインまで本当に究極いくと、多分
おー、540か。もうスペックをね、下回らない。これはいいな。で、うん。軽い。指、やっぱどこ、あー、3本かな。この親指、人差し指、中指の3本で、うん、掴むと、多分ちょうどいいくらい。薬指まで入れちゃうと、あ、逆にちょっと小指が痛いかな。まあ、慣れの面もあるとは思うんだけど、うん、3本でいった方が、つまんだ方が持ちやすい気がする。あ、でもこれ人によるのかな。女性とかだったら手が小さいから全部入れてももしかしたらいいのかもしれないし、指3本だと支えきれないかもしれない。僕男で割と力もある方なんで、うん、この3本ではいけるけど、やっぱり自分に、ね、一番適したスタイルでやるのがいいと思います。よし、じゃあ注いでいきましょう。どんだけ繊細に落ちるか。よ、お、あ、あ、あ、すごい。めっちゃ細く注げるのももちろんだけど、裏漏れがねほとんどないですね。完璧にゼロではない。多少最後にここに溜まる感はあるけども、裏に落ちてしまうことがないかな。これローポットの方はね完璧なんですよ。ほら、どんだけ繊細にやってもほら裏に、ね、たまらない、落ちないんですよ。だからこれの場合は何度も何度も途切れさせると、うん、ちょっと目立つ感はあるけど、基本このドリップポットってもう細く繊細に注ぎ続けるタイプなんですよ。ああもう回しやすい。ずっと細く細くくる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 持続して注ぎ続けることに特化してるから、あーめっちゃ注ぎやすい。なんだこれ、あ、ずっと細い、あ、ずっと同じだ。え、太くするとどうなんの。太くしても、あ、こんなもんか。勢いは多少増したけど、あ、常に細いね。あ、で、ほ、おお、あ、傾きを変えてもね、うわ、わかるこれ。超滑らか。この注ぎ口の、このカーブに合わせて、綺麗に滑らかに落ちてくれる。あ、これやりやすい。んー、まあ、欲を言えばね、まあ、裏漏れもゼロにしてほしかった気もするけど、このカリタのドーポット見たくね。うん、これゼロだもん。これはね、裏漏れも全くないんですよ。まあ、それでもこの繊細さは、すごいと思う。極限まで細くするとこの辺ですね。やりやすいのはこのくらいかな。あー回しやすい。ちょっと待って、顔が見えなくなるけど、いつものドリップの体勢でやると、うん、うーん、いいね。やっぱりつまむっていう認識が一番合ってるかな。ちょっととんがった部分で指と一体化させて、指先の延長としてを考える。ここを自分の指先として繊細な作業をするっていうドリップポットですかね。うん、十分な性能を持ったドリップポットだと思います。あと個人的な希望を言うと、これバリエーションとしてこういうウッドハンドル、こういう上下がくっついたタイプじゃなくて、こうぶら下げるタイプの取っ手があるバージョンも出たら、あ、いいんじゃないかなって個人的には思います。多分ね、ぶら下げるのに向くと思う。要はこんな感じですよ。こうやってぶら下げるタイプの方がこの形的にね、本体の形的に向いてると思うんだ。こう縦の角度が斜めになっているからこそ、指のこうね入る隙間が制限されてしまう。だからこうぶら下げるタイプを作った方が女性とかに向くんじゃないかなって、はい、思います。うん、まあでも最終的なね結論は後回しにして、とりあえずじゃあねこいつでドリップを実際にしてみたいと思います。で今回使うドリッパーが、こちらです。カリタのウェーブドリッパーですね。僕正直こいつを使っていて雫が欲しくなったんですよ。僕普段はこのコーノで入れることが多くて、こいつはまあ早くも遅くもできるから、この調節をするためにこのカリタの銅ポットを使って、まあ、自由にねいろいろ遊んだりしてたんですけれども、ウェーブはねそうはいかないんですよ。これ基本的に安定型だから、こいつね太く注いじゃったりすると結構すぐヒタヒタになっちゃって、ちょっとね調節しづらいんだよね。ん？いやでも調節しづらいって言うとデメリットみたいになっちゃうな。ではそうじゃなくて、この
ウェーブの魅力は安定して常に美味しいコーヒーを、一定の速度で落としてくれるっていうところなんですよ。でそのドリッパーに、安定してお湯を供給するためにこの細いドリップポットがいいかなって思ったんです。でまあこれ以外にも、ね、ハリオとかは落ちるのがすごく早いから常にお湯を供給しなきゃいけないってことで、まあ、この雫が、活躍してくれるんじゃないかなと思います。僕のドリップって今まで結構断続的に途切れ途切れにこう細かく細かく何十回もね注ぎ分けるっていうのが多かったんですけども、まあ、これによって、まあ、常に安定して注ぎ続けるっていう新たな形ができてくるんじゃないかなとちょっと期待もしてるんですよ。じゃあはい、やっていきましょう。やべえ、注ぎやすい。うわやべえ、めっちゃ繊細やん。おー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 おおおおあ、すっごい。あのね、細いだけじゃなくて柔らかい、量がそもそも少ないから、うん、あんまりこうどうも刺激せずにこうなんかほじっていける感じ変にこう泡とか暴れさせずに、うん、注ぎたいところに的確に落とせる。ちょっとね、まあ慣れは必要だと思うけど、うん、ほんと指先感覚でお湯を注ぐことができますね。うん、続けやすいし狙いやすい、うん、いやこれはねいいポットですよ。あとはい、取っ手なんですけれども、やっぱりね2本か3本がいいですね。小指まで入れちゃうとちょっと熱が伝わって微妙に熱いかな。持って持てないことはないけど、ずっと持ってるとちょっと熱いくらい、うん、これがいいと思います。うん、美味しそう。はい、じゃあ早速ね入れたコーヒーいただきたいと思います。いい香り、いただきます。うん、うん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 、あーうん、あーうまいなうまいな。うん、今日はブレンドチョイスしたんですけども、まあペーパーのね、すっきりとした味わいと相まって、非常に優しい雑味のないコーヒーになってますね。で、それをさらにサポートしてくれたのがやっぱりこのね、ドリップポットですよ。やっぱね、この注ぎ口すごい入れやすかった。ドリップをしていて全く違和感がない。もう落としたいところにそのままいける。ほんと指先の延長って感じでいけて、まあもちろん慣れもね、これからやっぱりあると思いますけども、もう現時点で、かなりねいいドリップができた気がしました。こいつはねかなり優秀っすよ。やっぱり前評判がいいだけはありますね。うん、実際に使ってみていいドリップポットでございました。でやっぱりサイズ的には1杯から2杯取り用ですね。あんまり3杯とか4杯とか多い杯数には向かないと思います。まあその場合は900とかのね買ったらいいと思うんですけど、うん、こいつはね
一杯取りをとして本当に優秀、もう本当こだわりの一杯を、渾身の一杯をね入れてやろうっていう人にまあ向くかなって思います。前に僕ドリッパーは大は小を兼ねないっていう動画を作ったことがあるんですけど、やっぱりドリップポットも同じことが言えて、あまり多すぎてもね重いだけだし、あのお湯も余るし、あと困るしね。まあそれはもちろん多少は残るんだけども、まあ、このちょっと残ったお湯は安定したドリップをするために必要なこう残りなんですよ。最後まで無理やりにこうやって注ぎ切ろうとすると、あの安定してどうしてもお湯は出せないし、まあ、物によってはこうやってね蓋が落ちてくることもありえるから、まあ、そこは注意が必要です。はい、でまあ総評としてはこのドリッポットしずくは非常に安定して優しくねお湯を落とすことができて、ドリップが、うん、思い通りにできます。で指先の延長としてほんと使うことができるんで、なんかこう道具を使ってるって感覚がない。もう頭でこうしたいな、ここにこう落としたいなと思った瞬間にここに反映させることができて、非常に、クオリティの高いドリップポットだと思います。ただこの取っ手の部分だけやっぱねちょっと気になるかな。薬指が若干痛い気もする。うん、だこれは持ち方の改良とか、まあ、指の本数を増やすだとか、まあ、いろんなでねあの慣れがあるかもしれないけど、まあちょっと人を選ぶかなって思いました。まあここね、もしよかったら参考にしてみてください。はい。というわけで、まあ今日のカズマックスの、コーヒーワールド、新しいドリップポットの紹介でしたけれども、まあでもやっぱり新しいポットっていいね。新しいコーヒー器具っていいね。やっぱ全然道具によってコーヒーの見方とか、あのやり方とか変わってくるんで、また新しくね、コーヒーワールドが広がった気がしました。はい。というわけで、じゃあ今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。はい。また次回お会いしましょう。じゃあね。あとね、ちょっと補足です。多分コメント欄でこの後、書かれるだろうことを、ここで答えとくわ。これ IH も確か対応なんだよね。ガス、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターはいけます。電子レンジは無理ですね。で、まあ基本的に何の熱源でもいけるっちゅうことで、はい。まあ使い勝手もいいと思うし。それから、熱伝導の面かな。多分、あの、導火性と比べてどうですかとかね、あの、聞かれると思うんですけど、まあ、昔ね、僕、ドリップポットをいろいろ、あの、検証してみたんですよ。あの、ステンレス製とか、ホーロー製とか、銅製とかね。だけど、そんなに違いはありませんでした。まあ、それ、何十分も置いときゃ、微妙な差が出てくるけど、あの、ドリップって数分だし、そこまでね、あの、差が大きく出るもんでもないんで、正直、材質の差はね、そんなにないと思ってるんですよ、僕はね。まあ、だからまあこれからも、いろんなステンレスとかホーローとか、陶器とか、まあ、銅とかいろいろポット買っていくと思いますけれども、ちゅうかまあいろいろこれからねそうまた増やしていく気でいるんですけれども、まあいろいろ楽しくレビューしていきたいと思います。はい、というわけで今度こそまた次回お会いしましょう。じゃあね。